あとは伝承の通り、勇者が我が国を勝利に導くだろう。勇者？選ばれし者の手に紋章が現れ、力を得る。俺は選ばれし勇者だったのか。スパコブビッチらです。え？噛まれたら即死の猛毒を持つ恐ろしい害虫です。マジかよ。それより勇者だよ、俺なんだろ。あ、NO！ くしゃくしゃ、ちょっとカズマったら超プルプルしてるんですけど。笑ってはいけませんよ。愛想つかされるどころかこんなオチだったなんて。まあみんなで優しくしてやろうではないか。どうした？誰も俺のことを好きになる気配がないんだ。は？なぜだ？なぜ未だに何一つエロイベントが起こらない。はあ、ロボットのシリコンもんで何が楽しいんだ。貴様ら、エロなど何だと何を叫んでいる。というわけで俺たちはこのまま夕方までのんびりします。もう夕方だぞ。六号、まだグリムは起きないのか。スノーが真っ赤な顔で隊長に。うわ、私今素敵な予知魔。もういい。こんな塔の攻略が許されるものなのか。おい六号。なんだ、まさかトイレか。体力が限界に近い。どうしよう、腕がプルプルしてきた。このバカ。これならなんとかいけるだろう。ああ念願のエロイベントです。本当にありがとうございます。おい、じゃれてないでとっとと行け。ゴールはもうすぐだろう。いずれ世界に轟くぜ俺たち力のギルト千鳥。ほう、おい、なんだてめえら。石でも投げてやればそのうち勝手に落ちるんじゃないか。それもそうだね。もしあの牛が攻撃を仕掛けてきたら、残りのものは下に引っかかっているやつに。ギル無事か。まあ無事ではないな。ここにお前の大事な相棒が瀕死の状態で転がっている。お前自分の相棒をいくらで買う。おい六号、いるか。誘ってんのかよおっぱい女。そのバカな呼び方はやめろ。なんだこれ。それは貴様の給金だ。この金貨の量だとこの国でどれだけの価値があるんだ。アリス、俺もスパイやめるわ。この国に骨をうずめることにする。どうした二人とも、また変わった言葉を使い出して。気にすんな、人様から何かをもらうだなんてショットガン以来だな。ショットガンは別にプレゼントじゃ。まあいっか。世界は誰のものなのか、遥かな上空へと叫んだ。終わることが定めても、ただ意志を継ぐ。